今週も始まりましたよ、火曜ゴールデン4日版。まずは人気コーナー晩飯からスターティン。先週放送したサカッチを連れて行きたいお店パート1は、マダムたちに大人気なバー&レストランナオキ。世界に通用する尾崎牛で舌鼓、サカッチも大満足。おいしい。今週はどんなお店にサカッチを連れて行ってくれるんでしょうか。こんばんは。まあ今ちょっとおすすめのお店をいろいろ聞いてまして。そう。あります。おお、あるの？あります。あのちっちゃい頃からたまにあの親に連れてもらったところがあって、うん、馬南門っていうお店があるんです。馬南門。馬南門。馬南門っていうお店があって、そこの、まあ、鍋とかあと鴨そばっていうのが食べ出してくれるんですけど、それがすごく。ちょっと行ってみたい。ここです。ある。下から4番目のところ。ぜひサカッチに食べてほしいっていう。一つだけ選ぶとしたら、僕はクレソン鍋を食べていただきたいですね。クレソン鍋。クレソン鍋。クレソンって葉っぱです。だよね。それがメインなの。それが食べる鍋があるんですけど。え、葉っぱ？葉っぱを。アイドル好きそうじゃないですか。結構良さそう。いや、うん、全然美味しいんだろうけど、いや今やっぱほらお腹空いてるし。葉っぱ？せっかく紹介してくれたんだから。え、今行きましょうよ、クレソン鍋。え、ご飯がいい。サカッチと一緒に、はい、クレソン鍋食べません？いいんですか？いいんですか？もちろん。え、来てくれるの？いいんですか？だって紹介したいんでしょ？鍋。いや、アイドルと鍋つつきたいですよ。さあ、というわけでうなまんもんに紹介してくれた渡部くんと一緒にやってきました。すごい、本当に来たんだね。本当に来ちゃいました。楽しみで来ちゃいました。アイドルとご飯だよ。いや、もう人生忘れられない経験になりますね、これは。あら、緊張する？もういつでも軽く死ねます。早い早い、生きて。将来有望なんだから。緊張してんじゃない？大丈夫？あ、大丈夫です。ほんと？ちょっとね、ねえ、わかってる。やるじゃん、渡部。ねえ、ねえ、ねえ、なんだなんだ。クレソンは今ちょっと準備してますんで、その前にちょっとこちらを召し上がってみてください。なに、はい、これ何？豚のタンの元ですね、根っこの部分を、はい、炭火で焼いてます。あえてその、はい、根っこの部分だけを焼いたものなんですね、はい、柔らかくて美味しいですよ。いただきます。おっきいですね。カート買わない。それは無理、それは無理。そんなちっちゃくない。そう、違う。それは調子乗りすぎ。思ったよりすごいしっかりした噛み応えのお肉で、噛めば噛むほどすごい旨味が出て。これは旨味あざき。どうアイドルですね。違くない？アイドルこうじゃなくない？こだわったそのタンのお肉を使ってるんですね。宮崎県産の希少部位なんで、なかなか数は出ないですけど、皆さんやっぱ地鶏か、こちらはやっぱ皆さん召し上がりますんで、はい、こう周りがちょっとカリッとなるぐらい焼いてあるんですけど、そうですね、はい、焼き方にもやっぱなんかあるんですか？炭火で、はい、炙ってますんで、うなま備長炭で有名なうなま出身なもんで、そうですね、それで店名もあのうなまんもんって。うなまの人だからうなまんもんなんですか？そうですね、はい、はい、へえ。さあ、渡部くんがサカッチに食べさせたかったクレソン鍋、ご用意いただきました。来たー。これ早く食べたい。これです。これいつもの。結構クレソンあるんだね、量ありますね。クレソンをメインにってすごいですよね、うん、なんか上に乗ってるとかそういうイメージじゃないですか、クレソンって。うん、だいたいこう飾り物みたいな、ステーキの上にちょっと一個乗ってる感じの、うん、ね、だからわざわざクレソンだけを食べようっていう考えが、ちょっとごめんなさい坂本さん。いやいやいや、だって人生で今まで食べた量多分これより少ないですよ。こんな食べてないですよ。
え、なぜだからそのクレソンをこうメインにした鍋にしようってなったんですか？元はですね、こう田舎の綺麗なこう湧き水のところにセリがなってたんですけど、うん、田んぼの横にですね、うん、それを近所のおばさんがセリを取り込んねって言ってたんで、まあ、取りに行ったんですけど、うん、お横に変な草が生え始めてねって言って、それがクレソンだったんですよ。で、おばちゃんこっちの方が欲しいって私は言ってクレソンをそれでそっから始まりました。葉っぱじゃないですか。おい、おいおい。なんかクレソンの良さがあんまその知らないんですよ、はい、私、はい、もう生でもいけるんで、もうほんと軽くでいいです。はい、そうなんですか。そうなんだ。もうちょっとこんなもんですかね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあいただきます。いただきます。うわ、すごいいい音がする。なんかこのシャキシャキ感があるぐらいのちょうどいい茹で加減で、お出汁とすごい絡まって、思ったよりちゃんとなんか味がしますね。そうですね。なんかもうちょっとごめんなさいね、なんか緑臭い感じで、あ、はいはい、あ、なんかあれかなって思ってたけど、思い、なんか、え、美味しい。豚と一緒に食べたら絶対美味しいですよね。そうっすね、豚も食べたいっすね。豚入れましょうか。はい、え、この豚は何ですか？そうですね、観音池ポークって赤城町ですかね、うん、豚肉ですね。え、豚肉とやっぱクレソン一緒に？はい、ぜひ一緒に召し上がってください。これ毎回言ってるけど口元が汚い。優勝。何で？豚の油が混ざることでクレソンがね、いい助っ人として役立ってますね。おいしい。うわー、おいしい。ねえ、このうまみ、うまみ畑。ねえ、どうですか最新作。恥ずかしい。ね、こっちが恥ずかしい。なかなかいい出来ですね。でも装飾されてる。イルミネーションいらないからねえ。なんか豚肉の、まあ、甘みとクレソンのちょっとほろ苦い感じと、そうですね、バランスがいいですよね。はい、でこのシャキシャキの食感と柔らかいお肉のこの対比も全然違っていいし、なんか仕込んでる、なんか仕込んでる。いただきます。どうぞどうぞ。このうまみ、うまみやざき。でも鍋って、まあ、言っても渡部くんと初めて一緒にご飯食べたけど、うん、こうやってみんなで盛り上がるじゃないですか。一つの鍋をみんなでつつくから、うん、それがまたいいですよね。そうですね。いや、ペロッと、もうあっという間なくなっちゃった。さっと食べちゃいましたね。うん、でもこんだけ美味しい出汁残ってるからなんかもったいないですよね。もったいない、もっとクレソンっつってね。ええちょっと出ちゃった。ねえ、本当にアナウンサー。最後の締めにこういうの準備しましたけど、お蕎麦を。なんか言ってたね、渡部くん。そうですね、渡部くん、はい、最後ぐらい私がおもてなししますよ。いいんですか？いいよ。嬉しい。今日だけ今日だけ私のこと彼女って思っていいからね。うわー、すごい、はみ出てるもん。どうよ、うん、いつもと違う？やっぱ可愛い人入れてくれると味が美味しくなりますね。美味しいですね。ちょっとだけ愛情トッピングしといた。あ、だからですかね。
恥ずかしくないですか。ちょっと食べるね自分も。顔真っ赤になっちゃうんですよ。わーい、あ、すごいいっぱい落ちた。ごめんなさい藤崎さん、あ、ごめん、あ、ちょっと泣くらしちゃった。おい、なんで。あ、泣くらしちゃった。こんな自分ついでもうひどいわ。もう違う信じられない。クレソンと一緒にいただきます。うまみがザキ。ね、帰んないで、今2人の時間だったから食べられなかったから、ね、せめてこうね、ちょっとここだけは言っとかないとと思って。お蕎麦の喉越しがすごい、うん、クレソンとやっぱ合います。うん、なんかシャキシャキとなんかつるっとした感じのこう調和がうまいことされてて、お出汁がまた美味しい。散々最初、うん、葉っぱって言ってたじゃないですか。いや、そのあたりちゃんともう、うん、訂正しないと。本当にただの葉っぱと思ってましたけど、いい葉っぱでした。何それ。もうクレソンっていうのやめよう。クレサンだもん。え、謝って、ちゃんと今うまいこと言ったよね渡部くんね。ちゃんと謝った方がいいよね。クレソンにちゃんとね、ちょっとお見苦しいシーンをお見せしてしまえ、大変失礼いたしました。で、渡部くんは人生初のアイドルとご飯、はい、どうだった。思い出に残りますね。学生生が最後のいい思い出になりました。いや、された一夏の思い出に。あら、どうしよう、一夏の思い出作っちゃった。